常に青コーナーの気持ちで挑戦し続けますんで、よろしくお願いします。ターゲット渋谷から美容関連会社社長清水秀人49歳。前回は不甲斐ない負け方をしてしまったんで、今回は必ず勝ちます。来てくれてる人たちが楽しめるような、素晴らしい試合をしますんで、皆さん期待してください。オア初勝利へ、ここからが本当の戦い。 FJ キックアスから湘南国際アフタースクール代表陣51歳。今自分は発達に課題のある子どもたちの支援をしております。そんな子どもたちに少しでも勇気を与えられればと思い、今回参加させていただきました。挑戦する勇気、そして勝利を子どもたちに届ける。陣 VS 清水秀人。それではこれより第6試合65キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー168センチ、 63.90キログラム、ターゲット渋谷所属49歳、美容関連会社社長清水秀人。赤コーナー172センチ、 64.4キログラム、 FJ キックアス所属51歳、湘南国際アフタースクール代表レフェリー斉藤。さあ、ライズボア第6試合でございます。美学炸裂シンデレラ、あかり選手、こちら解説に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、あかり選手、こちらの第6試合も注目の試合でございます。この65キロの試合でございまして、まあ、清水選手は前回登場して負けてしまったんですけども、まあ、今回何としても勝ちたいですよね。そうですね、うん、前回の悔しさをここで出してもらいたいですね。さあ、赤コーナーが陣選手です。青いグローブが清水選手。さあ、ただ陣選手は湘南国際アフタースクール代表、うん、で清水選手が美容関連会社社長という。すごいです ね絶対交わらないですよね。はい、さあ、始まりましたけど、ただこれ陣選手も清水選手もお互いこれはオーソドックススタイルですね。落ち着いてますね、うん、2人方。なんか本当にあのアマチュアに見えないっていうか、うん、プロの試合っぽいですよ ね、はい、緊張感がありますよね。ありますね。これまだどっちの距離っていうのは分からないですよね。そうですね、うん、お互いが多分探り合ってる状態かなとは思います、うん、あ、これは今金的に入りました。ただいまゴールがありました。選手の状態を確認いたします。ただお互い肉あの筋肉がすごいですね。仕上げてきてますよね、うん、さあ、この試合展開今後どうなっていくのか。さあ、このライズボアでもね、ジン選手51歳なんですね。すごいですよね。赤コーナーの、うん、51歳の体じゃないですよ。体じゃないですね。本当にすごい。日本の清水選手も49歳、うん、ですが、あかり選手のお父さんぐらいと同じ年ぐらいの人たちですよね。そうですね、本当にどうですか、その世代の人たちがこうやって戦ってる姿。いや、普通じゃ多分できないですよね、うん、そうですよね、はい、体つきとか見てもかなりトレーニングされてるんだなって思います、うん、どうなっていくのか。掴んでの攻撃はワンキャッチワンアタックルール。さあ、ラスト30秒。これでもお互いが前に前に行くからこうなっちゃうんですね。そうですね、うん、気持ちが出てますよね、前に。その中でコツコツどれぐらい当てられるか。おお、強烈な右、陣選手の右が炸裂しました。あ、これは、ただいまローブローがありました。こちらもローブローです。近い距離で膝をつくと仕方ないですよね、はい、なるほど、入りやすいかなとは。お互いね、やっぱりこの気持ちが前に前に行く
がゆえに ね、 そうですね起きる恋じゃないですもんね。恋じゃないから、うん、でも仕方ないですね。さあ今回復を待っております。でもこれはもうねしょうがないですからね、うん、清水選手もゆっくりね休んでもらって、ね、回復してから始めていただきたいですね。でもやっぱりこの大きい大手町三井ホール、うん、ね綺麗な会場ですね。いや本当にすごい、うん、なんかアマチュアじゃないですよね。いや本当に会場のキャパがプロでも今後やっていくに違うかなって思うぐらい、ね、そうですね綺麗ですよね、うん、なんか入場とかも、うん、リングアナとかもちゃんといらっしゃるんで、そうですよね、本当にで周りがまたびっくりするじゃないですか、うん、ね皇居とかも近いし ね、 ね自然もありますしね最初この会場来る時も僕ちょっと迷っちゃいましたからね。あすごいあれですよねめっちゃ綺麗、はい、すごいオフィス街にそうなんですよ。で本当に3階にあるんですけどね大きいビルの3階にあって本当にここで今日試合あるの、うん、って思う雰囲気やったんですけども。いやでも選手の皆さん、うん、多分すごい上がりますよね。いやもうこれはねモチベーションがこの煽り V とかも、うんあそうね、本当に本来のライズと同じ同じナレーターの方も同じ方なんで、そうですよね。すごいなって思いました。でラウンドガールの方もね、うん、いらっしゃいますし、ね、いらっしゃいますし、うん、すごい。お、いやもうこれはもうしっかりね回復してもらいたいですよね。無理はね、無理は、そうですよね。やっぱり皆さんお仕事されてますからお仕事にね、そう支障がないようにう、ね、支障のないようにプロだったら。うん、いけるっしょなるけどでもで、まあそうですよね、妥協しない方がいいですね。演出とか見てるとやっぱりプロとね同じ工業に見えるからあれですけど見方も、ね、プロに見ちゃう、うん、なっちゃいますけど。さあどうなるか。いやでもこのね無理だけはしないように、無理だけは本当になさらないように、うん。さあただこの大手町三井ホール、いやもうめちゃめちゃ声通りますね。通りますね。ねすごくいい会場、うん。いい会場ですね。うん、宮下さんもね僕ら解説席いますけど、うん、全然もう目の前で、ね、目の前でいいですよね。あ今イエローカード。故意ではありませんがローブローに対しての警告が与えられました。減点とはなりません。これは減点ではないですけども、うん警告ということで陣選手に与えられました。さあ再開です。いやこれでも清水選手気持ち強いですね。そうですね、うん、さあ第1ラウンド終了です。いやあかり選手これはどう見ていますかこの第1ラウンド。まだどっちのペースでもないというか、うん、どっちが押してるわけでもないんで、うん、どちらかが先に攻めるきっかけというか、うんちょっと波に乗れるきっかけを作ったもん勝ちですね次のラウンドは。じゃあもうこの第2ラウンドを取った方が勝つっていうことですね。そうですね。なるほど。さあ一方の陣選手もねこの近敵攻撃してしまうとちょっとねあの下がってしまうかなと思ったら、はいはい、ローキック放ってましたからね。はい、まあ、あんまり気にせずというか、うん、気にして攻撃出せないって負けたのももったいないんで、はい、どんどん気にせず出していった方がいいですね。さあお互いでもねもうお互い気持ち強いのはもう見てて分かりますよね。そうですね、うん、さあ第2ラウンドどのような展開になるのかファイナルラウンド始まりました。さあ清水選手のローキック、ローキックいいですね。しっかりパンチ打った後ウェービングしてますからね、うん、うまい。このジン選手のこのストレートとかも強いですよね、うん、いいですね。さあ掴んでの攻撃はワンキャッチワンアタックルールでございます。ただ前に前にこのラウンド行ってるのはジン選手ですね。ここ組んじゃうのもったいないですね。ねこれがそうですね1分半しかないんでなるべく…あ、ナイス曲げり、ナイスされたいいですね。今のはちょっと嫌ですよね、清水選手も前蹴り当たったんでフェイントとかもそんな入ると思うんで。なるほど、はい、やっぱりあかり選手も前蹴り得意だから。そうです ね前蹴り当たったらフェイントも使えるようになるんで、はい、あナイス膝。この距離やったらもう膝とかですよね。そうですね、うん、
の大成さん。もうお互いの気持ちが前に前に出てますね。ここでコツコツ当てたいですね。でもこの距離で戦ってあれですね、ローキックとか当てるとポイントになるかもしれない、うん、ポイントになりますね。 あれこれ入りました。ローブローが入りました。故意ではないんですけどね、前に前に行くがために。ただ清水選手の気持ちもね分かりますよね。ローキックすごい当ててるんで、はい、どんどん当てていった方が良かった。ファイト。さあ会場からはファイトとか頑張れの声も聞こえてます。あ、さあどのような展開になるのか。もうね試合時間もそうです、ね、あと残りわずかですからね。さあただいまこちら回復待ちでございます。いやでもこれはねもうね健康第一ですからね無理だけはしないように、 しないようにしていただきたいですね。大丈夫です。おやりますと清水選手が言いました。さあ再開です。清水選手も男を見せた。おー試合終了。いやー気持ちがね前面に出た試合でしたね。この試合はあかり選手振り返ってみてどうでした？でも清水選手ローキック良かったですね、うん、遠い距離も近い距離もローキック蹴れたし、うん、すごい良かったと思います。一方のジーン選手もね、うん、パンチとかヒント入ってましたしね、はい、前蹴りもしっかり蹴れてたんで、うん、いやでもこれね本当にもうアマチュアの方がこのリングに上がって戦うっていうだけでもすごいんですよ、うん、本当にこういう雰囲気の中で、うん、自分の試合ができるってすごく素晴らしい、うん、いいことだと思います。本当だって緊張してね試合できないですよ、うん、本当に。さあ判定はどのような結果になるのか。さあジャッジペーパーが今回収されていますね。警告はね一つありましたけどね、それは減点にはならないんでね。さあどのような展開になるのか。さあ今、いやでもこれ1分30秒しかないんでね、本当に難しいですよね審判の方も ね、 ね、どこを取ってね結果になるかって難しいな。さあ集計結果出ました。さあどうなるか判定です。ジャッジ永瀬19対19ドロー。お、1人目ドローだ。ジャッジ北尻20対19赤ジン。お、2人目はジャッジ大沢20対19赤ジン。ジン選手だ。以上2対0の判定を持ちましてジン選手が勝者です。いやでもお互いの気持ち分かりましたね。そうですね、あかり選手これはその中でもコツコツ当ててたのがジン選手なのかな、うん、そこで多分ポイントの差がついたのかなとは思います。なるほど。ただねまた清水選手今回負けてしまいましたけど、うん、また挑戦見たいですよね。そうですね、うん、また次回以降のライズボア大会出場していただきたいと思います。ただ一方のこのジン選手もなんかあれですね、ここというか、うん、顔色一つ変わらないです ね、 そうですね。そこがまたいいですよね。ポーカーフェイスです。ポーカーフェイスですね。ポーカーフェイス。それではジン選手のマイク聞いてみたいと思います。はい、本日は皆様ありがとうございます。この後9試合目に参加するヤスさん、そして明日ブレイキングダウンで8試合目に登場するヒロトさんにうまくバトンがつなげたかなというふうに思っております。また朝練に付き合っていただいた文武会長、また応援に来てくださった自分のメンバー本当にありがとうございます。あとライズの関係の人の皆様本当に素晴らしい大会ありがとうございます。どうぞありがとうございました。すいません、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。マイクもね素晴らしいですね、コンパクトで、はい。さあ
仲間思いのところも素晴らしいです。さあ今後もライズボア参戦していただきたいと思います。仁選手、今後もどのような展開を見せてくれるのか楽しみです。